1988年10月鹿児島県に住む山村さん夫妻は宮崎県にある妻吉江さんの実家に遊びに行った帰り、深夜県境の峠に差し掛かっていた。すっかり遅くなっちゃったわね。ああ。ちょっとあなたかなり眠そうだけど大丈夫？うん。あ、ん？あれ旅館じゃない？そうだ、どうせ明日お休みだし今夜あそこに泊まっていかない？鹿児島の自宅に戻ろうとしている途中に峠にかかったところで、まあ、2人とも眠たくなって、そこで、まあ、近くにホテルがあったもんですから、そこに入ろうと。そして恐怖の一夜は幕を開けたのである。怪奇現象の始まりは駐車場で車を降りた直後のことだった。背後から突然何者かに顔を殴られた山村さん。そこには何も見てないのか？え、一体何のこと？お役所さんが、何人も取り囲んでいるのにそれを話しても妻を全く信じようともしませんでした。でもあなたの周りには誰もいなかったわよ。いやだけど確かに俺は夢でも見たんじゃないの？早く行きましょう。ただならぬ気配を感じながらも山村さんは妻に促され宿の戸をくぐった。すいません。変ね、誰もいないなんて。うん、そうだな。いらっしゃいませ。 あの今夜泊まりたいんですけど部屋は空いてますか？はい、空いております。どうぞ。言われるままに部屋まで足を運んだ二人であったが、その宿には不思議なほど全く人の気配がしなかったという。あ、ここだわ。どうしたの？いや、なんでもない。あ、ちょっと俺トイレ行ってくるわ。やはりあれは幻覚なんかじゃない。山村さんはそう確信した。異様な現象は部屋で待つ妻の身にも降りかかろうとしていた。あれ？蛇口から出てきたのは泥で濁った水。よせ、よせ、どうしたんだよ。あれ。あの時は本当にゾッとしました。
妻が見て、やっと自分の言うことを本当に信用してくれました。さっきは暗くて気づかなかったけど、本当だったのね。ああ、この旅館なんかあるよ。すぐに出よう。すぐにチェックアウトしようと思い、フロントにダイヤルしたのだが、受話器の中では吹きすさぶ風と激しい雨音が鳴り響いていたという。行こう。やっとの思いで県境まで逃げてきたが、あれ、どうしたの。アクセルが効かないよ。え、なんか後ろに人いない。え、なんだよ、いないよ。人を引いてしまった。山村さんはすぐに車を降り、辺りを見回したが、それらしき姿は見当たらなかった。だが、あなた、これフロントガラスには確かなひび割れが残っていたのである。すぐに警察に通報し、事情を説明した。もう一度確認しますが、本当に人だったんですね。はい、間違いないです。妻も見ています。あのお百姓さんみたいな格好してたんですよ。しかしそれらしい人はどこにも見当たりませんがね。本当なんです、信じてください。付近をくまなく捜索したが、ついに被害者の姿は見つからなかった。翌日、山村さんは知り合いの修理工場に車を持ち込んだ。当時修理に当たった沖さんもこの事故のことは覚えていた。あの石とか当たった形跡があれば割れ方がもう全然違いますから、もう完全に人のなんか顔がそのままぶつかったかなっていうような感じに私は見えたんですけどね。保険会社でもこの事故に関して独自の調査を行った。しかし、そのフロントガラスからは血液や体液、毛髪や皮膚の一部など、通常人間が衝突した時に残される痕跡は一切検出されなかったのである。なんとも釈然としない話ですが、しかし私どもとしては警察から事故証明が出ている以上、あくまで事故として処理させていただきます。人を跳ねた痕跡がないって言ってたわよね。私たちは確かに人がぶつかるのを見たのに。あれは人間じゃなかったんだ。多分旅館で見たのと同じ幽霊さ。ほら、あの女の人だってお百姓さんのような格好してたじゃないか。でもそんなこと。納得のいかなかった二人は悩んだ末、もう一度あの旅館に行ってみることにした。この放送は P&G とご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Drive your dreams。恐怖の一夜、そして謎の事故。山村さん夫妻は悩んだ末、もう一度あの旅館に行ってみた。そこで二人が見たものは、廃屋と化した建物だった。この家に何か、いや、こちらの旅館は、ここはもうだいぶ前から空き家ですよ。そ
そんなバカな。近くの人に聞いたところ、もう何年もこの旅館は営業していなかったし、そして最近では売りに出てるということを聞いて、私たちはまあ実際にその旅館に行ったし、ネオンもついていました。お祓いに行ったところ、お坊さんが、いきなり、自分の顔を見て、あなた人を連れてきたねと言われてびっくりしました。果たして山村さんに取り付いていたのは何者だったのか。その謎について吉江さんの父が興味深い事実を語ってくれた。あの旅館のあたりはですね、不思議なことがよく起きるということで、まあ我々タクシー運転手の間でもよく知られているところなんですが、昔台風があった時に水が氾濫して、あの旅館のあたりにたくさんの死体が。宮崎県を含む九州南部は台風の被害が多い。そして普段は水かさが少ないこの川も台風の時には氾濫し、昭和の中頃には多くの人が濁流に飲み込まれ亡くなっているという。山村さんたちが遭遇したのは、無念にも台風でこの世を去った農民たちの悲痛な心の叫びだったのではないだろうか。その場所に山村さんに足を運んでもらった。もうここから先は行きたくないですね。まだ明るいからいいですけども、夜はもう二度と来たくないです。あなたの周りにはありませんか、深夜突然現れる怨念のこもった心霊旅館は。いらっしゃいませ。怖いな。怖く作りましたね。怖いな。旅館、勇気ある人だね。もう一回行くって ね。いやでも確認しないことには寝つけないんじゃないの。ああやっぱり。またでもこのご夫婦も明日休みだから泊まってこっていうのもすごいね。引っ張られたんだねきっとね。あ、引っ張られました。普通だってあそこでいらっしゃる人やめるもんね。やめよう、ここはやめますよ。あれ、あのまま止まってたら死んでんのかな。死んでるね。やだ。勇気を持って止まってたらすごいね。なんか勘違いだろこれはとか言いながらね、とりあえず寝ようってね。で目が覚めると廃屋の中で寝てるんでしょ。やだ。そうですよ、そっちの方が怖いね。何もなくて目が覚めたら廃屋で寝てた方がね。廃屋。今夜泊まりたいんですけど部屋は空いてますか。はい、空いております。どうぞ。言われるままに部屋まで足を運んだ二人であったが、その宿には不思議なほど全く人の気配がしなかったという。あ、ここだわ。どうしたの？いや、なんでもない。あ、ちょっと俺トイレ行ってくるわ。やはりあれは幻覚なんかじゃない。山村さんはそう確信した。異様な現象は部屋で待つ妻の身にも降りかかろうとしていた。あれ？
蛇口から出てきたのは泥で濁った水。よっしゃ、よせ、どうしたんだよ。本当にゾッとしました。妻が見てやっと自分の言うことを本当に信用してくれました。さっきは暗くて気づかなかったけど本当だったのね。ああ、この旅館なんかあるよ。すぐに出よう。すぐにチェックアウトしようと思いフロントにダイヤルしたのだが、受話器の中では吹きすさぶ風と激しい雨音が鳴り響いていたという。行こう。やっとの思いで県境まで逃げてきたが、あれ、どうしたの。アクセルが効かないよ。え？なんか後ろに人いない？え？なんだよ、いないよ。人を引いてしまった。山村さんはすぐに車を降り辺りを見回したが、それらしき姿は見当たらなかった。だが、あなた、これ。フロントガラスには確かなひび割れが残っていたのである。すぐに警察に通報し事情を説明した。もう一度確認しますが、本当に人だったんですね。はい、間違いないです。妻も見ています。あのお百姓さんみたいな格好してたんですよ。あ、しかしそれらしい人はどこにも見当たり